真ユズミとは日本中央競馬会ミホトレーニングセンターに所属する騎手。父は元騎手で現長教助手の真ユズミユ妻はタレントの水野ゆかり。当時騎手であった幸博の次男として生まれる。父が騎乗する姿を見て騎手を目指したという。2002年4月 JRA 競馬学校騎士課程に第21期生として入学する。 その後一年留年し、2006年第22期生として、競馬学校騎手課程を卒業し JRA の騎士免許を取得する。卒業時の同期には、的場隼ラがいる。父が、長居女子として所属している中野栄治9社所属で、デビューとなった。JRA 初騎乗は3月4日、中山競馬第一競争で、ディアトラックに騎乗して14着。 4月1日中山競馬第8競争にて、一来タッチに帰場し、JRA 初勝利を挙げる。2007年2月10日、障害競争初帰場を果たすも、レース中に落馬し競争中止となってしまった。機種免許は、平地競争、障害競争ともに更新し続けているが、この落馬の一件以降は障害競争には、帰場していない。松岡正海らと共に、 のビーズという音楽バンドを結成している。2011年2月26日、小倉競馬第12競争の天城特別で、メジロガストンに起乗し2着となったが、ゴール前で追う動作をやめようとしたため、騎手の注意義務を著しく怠る油断起乗があったとして、翌日の2月27日から3月28日まで30日間の起乗停止処分を課された。 これは、採決委員が、判定可能な機場停止期間では最大であり、また通常は機場停止は、翌週からの適用であるが、これを翌日からとする、厳しいものとなった。2013年2月22日、競馬番組のアシスタントなどを中心に活動している、タレントの水野ゆかりと結婚した。2015年1月12日、中山競馬第11競争フェアリーステークスで、 ノットフォーマルに起乗し一着となり、デビュー10年目にして、重傷初制覇。父である雪弘の調教担当馬で、元所属旧車である中野栄治旧車に14年ぶりの重傷価値をもたらした。2015年8月8日には、札幌 12R でバイサーリッターに起乗し、JRA 通算100勝を達成した。ありがとうございます。